警視庁への取材で、都内では先月、煽り運転による相談が47件、警視庁に寄せられていることが分かりました。今年に入ってからの相談件数104件のうち、6月と7月だけで87件と急増していて、法律の改正を機に、